者。彼女はどこから来て、どこへ行くのか。ある人々は言う、まるでメシアのようだと。ある人々は言う、まるでルシファーのようだと。少女は左手を腰に当て、右手を天に掲げ、今日も変わらず悲壮の断りを求め続ける。ある嵐の夜、預言者はいつものように村へと向かった。これから起こる悲劇を伝えるために。その後繰り返される惨劇、きしむ体に今にも薄れそうな意識のさまは、預言者は見た。空襲の暴走をその身も顧みず、ただ必死に止めようとする一人の幼い少女の姿を。Thank you.
主が人々に与えた感情そのもの。自らの業の深さを知り、食材の道を探るも、使命は彼女を鎖で縛りつけるように元いた場所へ返す。まるで何もなかったかのように、記憶を失いし予言者は自らの使命をただ果たすのである。